アトランタモータースピードウェイはアメリカ合衆国のサーキット、ジョージア州ハンプトンに所在する、一周1.54マイルのオーバルトラック。観客席数は12万4000席。1960年に制作された比較的古いトラックである。当時は一周1.5マイル。その後1990年、1994年にコースを改修。 この94年の改修にて、コントロールラインの移設やコース形状の変更を含め、大規模な工事が行われ、一周1.54マイルへと変更された。2005年に、海2級の竜巻直撃を受け15メートルの順位表示タワーが折れるなど、数十億円規模のダメージを受けるが、必死の復旧で、秋のレースには間に合わせている。翌二千六年に再び、 グランドスタンドを改修する工事を行っている。面白い特徴としては、ピットレーンとフロントストレッチにまたがるようにして、1、4マイルのオーバルコースが設けられている。それとともにインディアナポリスモータースピードウェイや、レートナインターナショナルスピードウェイのようにインフィールドを配置し、全長 4km の FIA、規定ロードコースとしても使えるようになっている。 スプリントカップシリーズとネーションワイドシリーズは9月のみ、キャンピングワールドトラックシリーズは3月のみの1回、開催。一番の特徴は3ターン出口。フロントストレッチから1ターン入り口が、台形のように2度曲がるクワットオーバルと呼ばれる形状。そして24度という角度のついたバンクである。バンク角とスーパースピードウェイでないため、リストリクタープレートが義務付けられないという2つの要因で、 1.5マイル級のインターミディエートオーバルとしては周回平均速度186マイルパーアワー台、テキサスやラスベガスに次ぐスピードを誇る。リストリクターレースのデートなタラデガを除けば2.0マイルコースであるフォンタナと並ぶ超高速トラックであり、リアルスピードやリアルファーストと呼ばれるほどである。超高速トラックのため、どちらかといえば、 ストレートのスピードを稼げるアウトライン有利ではあるが、アウトラインの場合ターン出口で、バンク角が浅くなっていくあたりで、リアがルーズになりやすく、壁すれすれで、ルーズに陥った場合、ウォールへのブラッシュ、下手をすると、クラッシュへ直結するため、非常に度胸のいるトラックの一つである。10回以上手走したドライバーに限る、1998アトランタ500クラシックプレゼンテッドバイ、MCI アット、 アトランタモータースピードウェイペップボーイズインディーレーシングリーグ2012年3月23日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年6月1日閲覧ありがとうございます